ジェフリー・サイモンジェフリー・サイモンは、オーストラリア出身の指揮者。アデレードに生まれ、メルボルン大学でピアノを専攻する。1968年に、アメリカに渡り、ジュリアード音楽院でチェロを学ぶ。さらに、インディアナ大学で、ヤーノシュシュタルケルに支持する傍ら、1969年に、同地で、ブルーミントン交響楽団の音楽監督となる。 1973年からイギリスで、さらに指揮法を収め、ボーンマス交響楽団をはじめ各地のオーケストラと共演する。1974年には、ジョンプレイヤー国際指揮者コンクールで入賞する。1978年にアメリカに戻り、ウィスコンシン大学、北テキサス大学の教授を歴任。 その後1986年から1988年までオールバニー交響楽団、1992年から1996年までサクラメントフィルハーモニー還元楽団の音楽監督を務める。1997年にはシアトルのアマチュアオーケストラであるノースウェストマーラーフェスティバル還元楽団の指揮者兼顧問に就任する。 またロンドンで自らコラレーベルを創設し、レオポルド・ストコフスキーの復刻版や大作曲家の珍しい作品ばかりの録音を世に出して話題となる。現在はイギリスに在住し、レオポルド・ストコフスキー協会の会長でもある。ありがとうございます。